始まるこれ前見たでしょ僕正直あんまりやりたくないんですけど俺もね、いや、うん、ツイッターの方でも書きましたけど、やりたくはない。ただ別にお話は気になるんですよ。まあ確かに正直ね、続きが気になるところではありますよね、うん、やっぱり皆さん、はい、一緒に牛乳を口に含んでやりましょうそれ笑うからとかじゃないですよね。思わず声出しちゃうっていう方、はい、続きからですね。いや、一回スタッフだけ見とく。スタッフだけ見ときましょうか。落ち着こう。確か王さんが2人いたはずですよ。あ、よし、王さんが2人いる。よし、行きましょう。これ名前とか変わったら怖いよね。そういうところでこう脅かすのやめてほしいですね。うわ、クラーン。次から、あ、折り紙。折り紙。でもなんか折り紙のこの紙飛行機の意味は、おそらく点数の悪いテスト用紙を紙飛行機にして窓から飛ばすのでは。ああ、よくある歌詞とか漫画ですな。そうですね。どっちかですよね。歌詞でありましたね。なんか歌詞か漫画であります、ね。あ赤い、楽しくやりたい。これセーブポイントがこんなに怖いってどういうことなんですか。うん、楽しくやろう。なんか書類での鍵をかけ忘れたの。ああ、開いてる。監視リスト。え、何を監視してる。監視リスト。ファイルの中は何も入っていない。怖。ああ、じゃあ監視してる人はいないと。まあまあまあ、前回の覚えてますか。覚えてますよ、電話が鳴りまして、はい、3階の政党指導室にこの女性が呼ばれてる。どうして名前を知ってるのって話ですよね。あ、出るのも怖い。そういえばなんかマガマガしいドアありませんでした。あった、札がすごい貼られてるやつでしょ、はい、で用務員室は完全にこう板で打ち付けられてたんですよね。うん、あ、そうだったっけ、はい、じゃあマガマガしい扉にちょっと行ってみる。一回行ってみますか。あ、怖いな。花が一輪。あ一輪ではないか、一房。いや、一房。あ、これね。あ、これね、塞がれてますね。なんか大丈夫だよね、ガラスから急に手とか出てこないよねそういう系の怖がらせ方、バイオハザードよろしく、そういうのないよね。まあでも実際ね、あれ最後、前回のパートの最後の顔がうわーっていうの、そう、わあれ怖かったからな。カオさん時々これですよね。なんだこれ、あれ入れ、いや開くの、いや今調べてないですよね。調べてない、一応やる、行きますか。あ、うお、カオさんの部屋、扉にあるのは何だろう。うわ、少し不思議に思った方がいいよ君は。同居、同居ですね。の魔除けが扉一面を覆うように書かれているようだ。魔除けか、はあ、では逆に変ね、鍵がかかっていないのに開かない。開かないんだ。逆に魔除けの中は、はい、安全だよ。今私たちがいるところが不安全だと。どうなんですかね、封印しているのか入ってくるなよってなってるのか、まあ、どっちかは、ね、あ、封印っていう線もあるのか。ありますよ。私が2年生の時の作文、本当は3年生だから1年前張り出されてるんですね。この掲示板いつから変わってないんだろう。おお、そうか、勘の悪い子だあ、でも実際時系列、 こっちから行けないんだ。開いてないですね。あれ、うわ、あ、なるほど。はあ完全に理解した。開けられないなるほどね、そういうことね。まだ意味がわからないから開けられない。完全に理解した。時系列どうなってるかちゃんとは僕のも分かってないですよね。そうだよね。おそらく過去に飛ばされた割には、はい、作文が去年のだけどもフェンスがなかったりとか、はい、もうさらに前のような言い混じってるのかってことですね、うん、感じになってるという。まあ上の階行きますか。はいあ、ショーンがコントロールしてますよ。はい、いつも通り。はい、あ、怖い。あ、まあでも、あ、うん、あ、息、ちょっと息の止め、よしよしよし、息ここで止めるね。暗い。お、え、ここも札が貼ってありますね。ちょっと、うわ、見てみましょう。同居の魔除けのお札が壁一面に貼ってある。今度はお札、板で塞がれてる。あと物理的にも閉めている。やっぱり怖いからやめよもうなんかいろんなとこ調べて怖いのいっぱい出てきたやつだから、もう3回行こう。なんかパート1で言ってたこと違うんですけど。いやでも恐怖には勝てないんだよ。じゃあ、3回行きますか。わかった、そんなに言うんだったらやろう。なんで、あ、なんかカーテン開いてんな。気づきましたか。全然中が見えない。明かりで灯しても息止めて、こう、このガラスの裏にいるかもしれない。よしよし、ほら、ほら、見て、見た、なんかいた、人影ありましたね。よく気づきましたねそれでバックするの。あ、調べられる。え、調べていいものか。中が見えない。見ない方がいいよ。ちょっと行き止めていこう。これ幽霊でしょ。え、そうとしか見えない。うん、はいはい、よく気づきましたね。
ちょっとビビりだから。こうそうしたか。ビビりだから。でもじゃあれまた通らなきゃダメか。あ、そうか、帰り。こっち側閉まってますね。板で下がれてる。うん。引き戸に有刺鉄線。有刺鉄線が巻いてある。わ、道具を使えば消えそう。持ってないです。なんかもう、こう何この字、なんかもう、なんか嫌な感じの、うわ。これどういう意味ですかね。あ、入れるんだ。え、トイレですか。え、なんか怖い。なんか怖い、怖いんだけどさ。さっきから、ああ、普通に教室だ。なんて。私は求めます。幸福を。幸せになりたいと、うん、ちょっとこっち行ってみましょう。なんか空いてるな、あの引き戸、あのなんていうの、戸棚みたいな。あの場合の服ってあれですかね、お金が欲しいって意味。ああ、ちょっと待って、ごめんごめん。え、翼を鍛えよ、どこまでも飛べ。お、イカロスですか。イカロスのこと、いい子だったのに。あ、そうかそうかそうか、こんなことになるな。さっきのあの子の、そうですよね、ここで話しましたもんね、うん、お互い向かい合って。なんか机もちょっと乱雑になってる気がするけど、そんなことないのかな。ちゃんとよく覚えてないな。この教室は入れたんですね。うわ、入れたね。あ、出てきました。で、ここは、うん、入れた。あ、入れちゃった。入れちゃまずいかのような、さっきからね。あ、俺も、おお。あ、ここがトイレか。あ、女子トイレだ。え、なんか音する。音するね。なんかこの、あ、あー、一回鏡見よう。はぁ、あ、今は君が悪いだけね。そうだよね。これは、お、電池が入った。お、有刺鉄線切れるのかな。切れそうですね。うわっ、うん、ひどい顔してる。いや、可愛いよ。どうしてウェイ君はあんな死に方を。本当に、この文章が終わった後の怖いの。確かに、うん、あの人確かに、大抵この文章終わった後ですよね。そう、城鹿よ、あ、お守りですね。どうか悪い夢だと言ってください。首元の見つけてるね。あ、てんてんてん、なんもないよね。あ、右から出てきた。忘れたの。うわあ、何今の誰。あ、この子はなんかないのか、そのコメント。あ、自分で言ったの、それともなんか別の誰かが言ったの。そしてなんで急にこんなことになったの。鍵がかかってる。嘘だ、絶対入ってる。奥までは、奥まで調べないの。ショーン、息を止め て。そうですね。なんかこの音楽が増えてませんか、はい、なんか音変わってますね。キザノらしい。どうしたらこんなになる。確かに、なんとなくこの入ってるんじゃないかと思うと息止めたくなりますね、うん、あ、なんかないかな。管が詰まって、何かに詰まってる。ほう、こんなところにサイコロ。サイコロ、一つ目のサイコロ。目ついてない、一つのサイコロ。あ、一つは、ごめん、一つ目が1だったから。それはあの、このさ、仕掛けの入ったダイス、はい、この赤い線がさ、はい、続いてるじゃないですか。本当だ、足元だから嫌なんだよね。なるほど、じゃあこの二つ目が怪しい。うん、息止めてる間調べるとかできないんだ。二つ目、ちょっと二つ目開けてみます。息止めずに、息止めて、あそこまで行って息を止めないで開けてみる。あのコマンドが出たら開ける。やってみますか。ちょっと戻って、ここで立ち止まり調べられますね。うー、開けろ。まあ行くしかないのでは。扉は染みで覆われている。カビているのかしら。なるほど、何もない。帰るぞ。あ、一番奥は。ああ、そうか、やってないね。四つ目の。はあ。はあ。この空いてるとこはなんとなく息していい気しますよね。うん、そうだよね。見えてるから。はい。さあ、ここは。開けるなよ。中から何かが腐ったような匂いがする。開けたくない。全体的に開けたくない。オッケーです。オッケーです。いや、とりあえずこれで一応全部調べはしましたよね。そうね。はい。最後の手に入れました。腕を。これ終わったらさ、はい、攻略サイト見てさ、はい、開けちゃダメだったんだとか気づいたらちょっと嬉しいよね。あー、なんかちょっとホッとしました。私は間違ってなかった、はい、あとなんかいろんな、どういうこれ意図だったのとか見れるといいですけどね、まあ、とりあえず話を進めましょう。なんか今声聞こえました、聞こえましたね。
子供の声、こっから進めないみたいな。ああ、うわー、後ろに何か笑い声。あ、いや、あ、調べてる時に絶対出てくるのかな。高速移動、もう一回調べて。木片の山が道を塞いでいる。教室の机と椅子がバラバラになってしまった。ショーン急に冷静になるのやめてもらっていいですか。まだ僕ビクビク。あ、ごめんごめんごめん、急に僕置いていかないで。実は、実は、え、冷静になれるんですか。恐ろしい高速移動でしたね。影だから。まだいるのかな。問題はそれですよ。いた、いる。逃げろ。女生徒でしょうか。高速移動するぞ。おーい、そして高速で戻ってくるはずの人は。確かに、どこまでか分からんけど。シュビンと、シュビビンと、シュビビン、やり過ごしたのでは。先にペンチいっちゃいますか。使っちゃおう。そうですね、奥に行くのか。暗闇が広がって奥に行くのか。一回行ってみよう。押してみますか、うん、まずは3階だとか言うのかな。言わない。ああ、そうか、言わん、そうか。あ、何、あ、これ全然来たことないやつだ。髪落ちてる。保健室、保健室、死ぬられた保健室じゃないですか。なんか中赤い ね、 あね、お、これは床に紙が落ちている。え、備え物、うん、保健室の前の廊下に落ちていた、一膳飯を置いて霊を、あ、たっ飛ぶ、たっ飛ぶ、そして息を止めて立ち止まらずに済むこと。わかんないですけど、ね、どういうことだ。まあ、やり過ごすために、はあ、はあ、なんですかね。じゃあなんかどうにもなんない霊がいたらご飯を置いて、ご飯に気を取られてるうちに息を止めて行けと進め。それはわかるけれども、ご飯がないし、この先にきっとそうじゃないといけない場面に出くわすとか。出くわすということですよね。じゃあ一回戻りましょう。ここはそうですね、保健室には入れない。はは、やってみる。ははそうか、保健室で絶対でもそれあるんじゃないですか、今のメモのなんか。そんな気がしますよ、イベントが。だからここは3階行きますか。なんか声聞こえた今。いや、ドアの音では。違うか、ここに一人いましたよね、あの窓越しの。あ、いたね、その窓の人が外に出たのかもね。あーぽいですね。いないな。あ、いないね、いなくなってますね。あ、声聞こえてますね。聞こえてるね。うわーって言ってる。それショーンですね。聞こえるね。いや、息が詰まる思いだ。登りましょうか。いきなりいたりしないよね。ほら、聞こえない。壁に聞こえるよ、笑い声が。笑い声が壁に違う。調べられますね、壁。あれ、あ、これ、あ、本当だ、ケツコンだ。なんでちっちゃい通じゃん。あ、いたいた、普通に大きな通。あの人はまた動くタイプか。やばいやばい、入る。ここはどこだ。ここ生徒指導室かな。果たしてね、どこ、ここ。読み込み中、ほんと怖いな。生徒指導室ここ。あれ、でも普通の教室っぽいですけど、机が全然ない。あ、でも机が1個だから生徒指導室っぽくない。なるほど。あ、指導するために1個なんだ。指導するために。あ、調べられる。この中を調べてみましょう。こっちこっち。落差かな。教室の真ん中に机と椅子が一組だけ。やっぱ普通の教室じゃないですか。あ、そういうこと。なんだかこう、なんかこれ全部調べ終わった後すぐうーわーってくるんじゃん。あ、机に何か掘ってやる。何、何、入れ墨、仏像。二人ともひどいな。文字と印のインかな、インのように見えるけれども不明瞭、不明瞭すぎてこのままでは吹かなきゃいけない。ああ、これなんかサイコロ振ってもしょうがないよな。まだアイテム足りないないんですかね。保健室とかにありそうですよね。ああ、なるほど。これであれじゃないですか、あのマーク揃えるやつ、ほら。ああ、分かる。開けるやつとか分かんないのか、記号が。うん、なんか落ちてないですか、他には。他にはこの、この画面見ててさ、はい、で動くじゃんカーソルが、はい、で左の方のパソコンの画面もさ遅れて動くのが俺怖いんだよね。収録用のね、うん、それさえもこれは何だ、ここの、それも一緒ですか。あ、一緒です、同じですね。でさ、気合い入れてくださいよ今僕は。戻るを押して、はい、あの教室の画面に戻そうとしますよ。なるほど。ふっ、うっす、いや、
うっす、あっす。あの電話以来戻り際が本当に怖いですね。戻り際と入り際よね。うわ、なんかカーテンがパッて開いたりしない？大丈夫？ショーの想像力に驚かされますね。カーテンが開いたらパッて、大丈夫？走っていい？これだけか。わーい。わーい。全然嬉しそうじゃないけど。じゃあここから出ますか。ここ出たらあれいるかもしれないですよね。歩いてる。あいつは多分真ん中あたりを歩いてるんですか、この教室の。出すかね。わかんないけど。後ろ。行くしかない。そして ZR と右をすぐに押すんだ。出くわすってことない？おい、え？あれ？これいけない？開けない。あ、いけない。前はなかったと思うけど。別の道からしかない。ああ、となるとやっぱり保健室に戻らなきゃいけない。ペンチだ。ごめん、ここ通るね。そうですね。その方が早いし。怖いし。確実です。読み込みがある。なんでいちいち長いの？さっき読み込んだと違うん？こっちなんか掲示板なんもないね。レイレイが正面向いてる瞬間がちょっとビビるんですよ。ね、こいつ自体が何なんだろう。さっきのガラスが割れたのは誰が話しかけてきたの？忘れたのみたいなこと言ってましたよね。そうそう。じゃあ この子は一度2年生の時にこの体験をして、あ、今一瞬いたね。右に移りましたけど、いや、とりあえず3階の生徒指導室にはここからはいけない。いけない。じゃあ先ほどの保健室に戻りましょう。絶望し、絶望しじゃねえや、あのペンチで聞いたとか。はい、有志鉄線聞いたんだっけ。よいしょ、はあ、あ、いいですね。俺も息できなかった今。思いきこっちが息止めてた。なんか中入りましょうか。よし、行こう。お供え物ってやつが何なのか。あ、セーブしとけばよかったかも。あ、セーブポイントだ。あ、ラッキー。あ、お、セーブしよう。お、よし。どうします、この辺にしますか。まだ続けます。今何分ぐらい。今17分ですね。いい時間っちゃいい時間ですけど。あ、本当？あ、もうちょい進めとこ。進展はしてないですもんね、うん、もうちょい行きましょうか。取りだめ。あ、一膳飯。あ、飯手に入りましたね。これは、え、向こうの視力検査のはこういう形なんですかね。あ、ついた。ここに鍵があるな。あ、本当だ。隅に何かの鍵が映ってる。鍵だよ。ボードを引き上げる。え、それも上げますよね。おお、出てきた。面白いな。うん、こういうギミックもあんだね。医薬品保管室の鍵。医薬品保管室。消しとこう。消しとこう。あ、け、あ、もう触れないですね。触れない。これのためだけのあれだったようです。あ、こ、うわあ！なに？何の音？あ！何の音ですかね。ファックス？この時代に？そうか。ねえか。いくつか書類が、あ、カルテ、やっぱり終わり際ですね。あ、そうね、保健室で見つけた患者記録。ワンミンちゃん。4月20日、氏名、ホワンミンちゃんさん。年齢17歳、性別男、容体。右腕部粉砕骨折。粉砕骨折。左手首骨折。一体何をしたらこんなひどい怪我をするのだろう。あ、うん、恐ろしい。ワン、なんちゃらさんか、あれなのかな。ああ、ちょっと待って、セーブしよう。鍵見つけたし。さっきの金、はい、何、さっきのあれなんですかね。何あれ、どっちから出る、右か左の扉。じゃあ奥。ああ、なんで金ってさっきお、鍵はここ。ああ、じゃあ出ましょう、こっちから出る気がします。あ、鍵ってあれじゃないですか、あの今見拾ったやつ。ここって薬品庫なの。わかんないですけど、あ、ちょっと試してみては。えい、何も起こらなかった。こうではない。一膳飯をここから使うんでしょうね。怖いな。いや、使わないと、引きつけないとダメっていう。そういうことでしょう。一回どっかで死んだ方がいいのかもね。一回こう、また死んだ。あ、いた、いた。あ、ここですかね、一膳飯。うわ、あ、確かにあの位置じゃ扉の前にいるのか。やり過ごせない。そういう時に使うのか。怖っ、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 怖っ。あー、なんかそういえば貪ってるやつ最初に出ましたよね。いたね、いた。そういうことだったのか。あ、ここだ。あ、怖っ、怖っ。あんな動き方しなくてもいいじゃん。てか、あいつ飯を置いてすぐに気づいたってことは、こっちも気づいてて気づかないふりをしてるんじゃないかっていうさ。確かに、そういうあれが出てくるよね。なにここ。金属製の箱から刺激臭がする。アンモニアか。
シンナー。あ、気持ちいいやつだ。おーす。おーす、気持ちいいやつですよ。シンナー。あ、これで落とすだね、机のあれを。なるほど。先行ってみます。あ、これで保健室戻れるんじゃないですか。あ、なるほど。でも油断するなよ変な音鳴ったし、セーブポイントだからってな、うん、ここはそんな距離あった。まあいいか。いや、ここでとりあえずこのパート一旦一区切りにしましょう。あ、そうしましょう、はい、どうかお守りください。一膳飯本当に試したんでね。悪い夢なんだぜ、はい。